ちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。車の中から動画をお届けしています。今愛知県の個展に行こうとしているところです。愛知県の個展マフルールさんに行こうとしているところです。作品貸し出し系の個展で在廊することはほぼ今までなかったんですけれども、ちょっとお店の雰囲気とかも一度見てみたいなということがあって、今マフルールさんに向かってるんですけれども、ちょっと車の中で雑談です。雑談といっても、ちょっと最近ちょっと健康についていろいろ考えさせられるなと思うことが立て続けに起こっているので、そのことをちょっと動画にしようと思います。皆さんはお元気でしょうか？健康大丈夫ですか？ちょっと今だから言えるここだけの話みたいな感じなんですけれども、実は私本当に今だから言えるんですけど、個展の前に、9月のポートピアホテルでの個展の前に私人間ドックに行ったんですね。そして個展の直前に要再検査ということでもう一回病院に行ったんですよ。もう個展前でバタバタだったけれども、来てくださいってすぐに病院に呼び出されたので行ったんですね。そしたらなんか私の肺のレントゲン写真が診察室にあって、ちょっと怪しい影があると、もしかしたら肺がんかもしれないですって言われたんですね。え、がん告知ってこんなにさりげなく行われるものなの？みたいな、それが一番ちょっとびっくりしたんですけれども、心配してる人がいたらいけないので、結果先に言いますけれども、結果は違ったんですよ。個展が終わって結果を聞きに行ったら、違いましたって、あなたの場合は気管がかぎ針型になってると、これかぎ針編みを趣味にしてるからかなみたいな感じでちょっと笑い話になったんですけど、もうちょっとなんかさ、がん告知って深刻な感じでするのかなと思って、なんかキョトンというか、なんかちょっとびっくりして、ああそうなんですかっていう感じで、なんか不思議とそんなにガーンっていう感じでもなく、頭が真っ白っていう感じでもなくて、その日に再検査っていうか、もう一回こう何 CT 検査をしたんですよ。生まれて初めて CT に入ったの。そして CT 検査をして、結果は後日ですっていうことで、そのまま個展に突入したんですよ。なので私9月の神戸の個展の間中、もしかしたら肺がんなのかな、もしかしたら肺がんだったらどうしようって内心ちょっとドキドキしてたんですけれども、まあ、それがきっかけとなって命についてすごい考える機会になりました。まあ、私さっき全然ショックじゃなかったって言ったんですけれども、私は高校2年生の頃に、ね、死の宣告をされて、それでなんとかかんとか一命を取り留めて今があるっていう感じなので、なんか私的にはもしかしたら肺がんかもしれないですって言われた時に、ああもう来るべき時が来たのかなみたいな感じで、なんか別にもし本当にそうだったとしても、なんか受け入れられるなっていうようなところがちょっとだけあったんですね。まあ、もちろんショックでしたよ。なんかドキドキっていうか、あ、もしそうだとしたらあれやってこれやってとか、まあ、仕事のことがまず浮かびました。お仕事で、ね、講演会とか引き受けてるところがあるので、それまでは生きることができるのかなとか、ちょっと大げさにいろんなことを考えたんですけれども、気管がかぎ針みたいにちょっと変な形をしてるから、それがちょっと変な影となって映っただけですっていうことになって、あ、がんじゃなかったんだっていうことなので、でもその間本当に個展期間中、本当にいろいろなことをね、身辺整理というか、いろいろなことを考えて、でも振り返った時に全力でやりたいことやってきたから、まあ後悔はないかなって。17歳の時に死の宣告をされた時はもう後悔だらけ。やっぱり絵をもっと描きたいとか、もっとあれをやりたいとか、あれをやりたいとか、なんか悔しさばっかりとか恨めしさばっかりが込み上げてきてて、本当に受け入れられなくて、自分が死を選んだのにもかかわらず、やっぱり生きたいって、こんなので死んじゃうのは悔しいってふつふつと込み上げるものがあったんですけれども、今回そうやってもしかしたらって言われて、なんかすっと自分の中で、もしそうだったらどうするのかっていう、ちょっと前向きな感じで、もし本当にそうだったらどういう風な治療になるのかなと、なんかそういう感じだったんですね。もしこれがステージがすごくて、もうあの手の施しようがなかったとしたらどうしようかなとか、もし治療して助かるならどうしようかなとか、いろいろなことをちょっと前向きに考えることができるきっかけにはなって、あ、健康って大事だな、命って大事だなっていう風な感じで、あと私が意外に肺が
デリケートだっていうことも同時に分かったので、今までなかったんですよ。別に今まで喘息もないし、辛いことも今までなかったし、肺に何かがあったことも今までないので、でもちゃんと人間ドック受けたのが初めてだったので、あ、ちゃんとやっぱり健康については考えて、もしそうだったとしても早期発見することで早期に治療ができたりとか何かねできるので、やっぱりそういう健康に関しては考えないといけないなって、日々ね、あまり不摂生とかはしてないんですけれども、規則正しいかといえばそうでもないし、やっぱり健康のことは考えないといけないなって思いました。そして今回今愛知県に向かってるんですけれども、昨日龍の歯周病がまた腫れて、今も腫れてるんですけれども、龍自身ももうね高齢で心臓がそんなに強くないので無理な治療はしませんということで、先生は結局お薬だけを出してくれたんですね。早く膿を出すようなっていう感じでお薬だけを出してくれたんですけれども、本来なら早く歯が抜けてくれたらいいのに、なかなか龍の歯が抜けてくれないんだけども、ちょっとやっぱりね手術するの心配じゃないですか。だから手術もできないので結局何も処置はできませんっていう感じだったんですけれども、なので今から愛知県に向かうんですけれども、どなたかがもしいらっしゃったら、龍の顔が腫れてるからなんか逆にご心配かけちゃうんじゃないかなっていう思いがちょっとあるんですけれども、あとそれと最近ちょっと本当に実はもうバタバタだったんですね。個展が終わってすぐぐらいにこの動画を編集してくれたり、グッズを作ってくれたりする私のマネジメントをしてくれてるスタッフなんですけれども、個展に来てくれた方は多分会ってるので顔が浮かんでると思うんですけれども、動画には出たことないと思うんですけれども、うちのスタッフのお父様がちょっと急に倒れられて、喘息を昔から持ってらっしゃって、あと10年ぐらい前に心臓の手術をしてるんですね。そのことがいろいろ重なっちゃって今ちょっと入院してるんですよ。なのでもう本当にスタッフもずっと病院にもう何回も行ったり、スタッフのお母さんはずっと泊まり込みだったり、ちょっと治ったかなと思ったら急にまた喘息の発作が出て ICU に運ばれたり、そして ICU から出てまた個室に移って、ちょっと安定してきたなと思ったらまた発作が出てまた ICU っていうことが続いてて、私は本当に何にもできない自分が本当に悔しいんですけれども、スタッフと一緒に病院に行って、私はね龍がいるから中には入れないので下で待ってるっていう感じで、そしてスタッフが来てくれて、スタッフが龍を見てくれて、そして私も病室に入るみたいな感じで、本当にさすってあげたりとかそういうことしかできないのが本当に情けないなって、本当にスタッフのお父さんといえども私にとってももうお父さんみたいなものなので、本当に私が復帰してからずっとこっちもうずっとお世話になってるし、本当に私にとってもお父さんなので早く良くなってもらいたいなって、思いって絶対に届くと思うので、皆さんスタッフのお父さんは知らないと思うけれども、ぜひ皆さんもスタッフのお父さんが一日も、ちょっと近すぎたごめんなさい、スタッフのお父さんが一日も早く回復するようにどうか祈ってください。もうお願いします。もう本当にね、スタッフのお母さんがずっと看病してるんですけれども、お母さんの方が心配になっちゃうくらいすごい顔が疲れてて、膝も痛いっていう風に言ってて、私もこの YouTube で膝にいい体操を調べてお母さんに教えたりとか、一緒にねご飯食べた時にちょっとだけでも忘れられるようになんかスキンケアの話をしたりとか、本当に最近バタバタでね、コメントのお返事もちゃんとできてなくて、コメントのお返事するって決めた動画はもうなるべく全部するようにはしてるんですけれども、皆さんが本当にねコメントをいただけることがもう今それだけが編集スタッフの原動力になってます。なのでいつもコメント書いてくださる皆さんありがとうございます。皆さんのコメントって本当に力強く支えられてます。私もスタッフも皆さんのコメントのおかげで支えられてるなぁなんて本当にいつも感謝してます。ありがとうございます。こんな時ってもちろんこっちの内情を知らなくて動画の感想を書いてくださってるんですけれども、なんかコメントがしみるんですよね。私もスタッフも皆さんのコメントってあったかいし、なんかちょっと気分転換にもなるし、なんか私が皆さんの気分転換とか、私が皆さんに笑顔をお届けしたくて動画を作ってて、そして私たちが皆さんのコメントをいただいて気分転換になったり笑顔になれたりしてるので本当に感謝しています。ありがとうございます。もし何かあったらちょっと動画が投稿が止まっちゃうかもしれないことがあるかもしれないんですけれども、その時はどうかお許しくださいませ。本当にね、本当だったらこの愛知県の
個展に行く前に生ライブしようと思ってたんですけれども、もう本当に言ったようにスタッフもバタバタで、私も何もできないのに、やっぱりちょっといても立ってもいられなくて病院行ったり来たりしてるので、本当に何もライブもできてなくて申し訳ございません。お許しください。そしてスタッフのお父さんも倒れられて、もう本当に気が気じゃないんですけれども、私の実の父も前立腺がんを発症しまして、まあ進行性じゃないので、もうそれを持ったままなんとか治療しながら生きていくっていう感じで、まあ元気にはしてるので大丈夫なんですけれどもね、本当に私も子供の時から父とはいろいろあって、もうね、よくね、父と私の関係をホームページにもご質問をよくいただくんですけれども、あの憎しみ合ってはいないので、父自身はやっぱりこう男の子から女の子になった自身を頭では分かってるけれども、ちょっと心では理解できないかなって、それでも分かろうとしてくれてるので、私自身はもう過去にいろいろあったけれども、父もねやっぱり知らなかったことでだったので、私も若い時は父を恨むこともあったし、なんで分かってくれないのって言って父とぶつかることもあったんですけれども、今はね何にも恨んでないです。こうやって最近命のことをたくさん考えさせられて、もし父がね亡くなったりすることになった時に、なんかこう恨みつらみだけが残って、なんか後もいなくなっちゃうっていうの嫌じゃないですか。だからやっぱりね、その時が来た時に後悔しないように、やっぱり私も周りの人に対してもちゃんと誠意を持って誠実に接していかないといけないなって、そんなことを最近すごい感じさせられるんですよ。なんかさ、元気でいるとこれがずっと続くっていうふうに思うじゃないですか。でも私も両親もスタッフの両親も龍も確実に日々一日と年を取っているんですよ。ね、生きるということは日々一日ずつ死に向かって進んでいるっていう現実をやっぱり最近すごく考えることがあるので、何もないと忘れてしまうんですけれども、やっぱり毎日を精一杯生きていかないといけないなということを最近本当にすごく考えさせられます。だから今の一番の私の心配事は、スタッフのお父様が早く回復してほしいなって、なんか物を食べる時にも思うんですよ。なんか自分だけこんなものを食べて、お父さんこうやって今病室に入っててちゃんと食べられないのに食べてていいのかなとか、なんかそんなことを考えたりして、昨日の夜も全然眠れなくて、もうお肌ボロボロで今から愛知県に行くんですけど、それと私ね、ちょっともう化粧してるので映ってないんですけど、あ、ちょっと映ってるんで、ここにねシミができたんですよ。こんな目尻のシワができるところにシミが映ってるでしょ。こうコンシーラーとかしてないので、このちっちゃいのは、あと私この辺にも細かいシミはあって、ここに一個ちょっと大きなシミがあるんですけれども、私の中では2個目の大きなシミ、はーと思ってね、え、こんなとこさ隠そうと思って厚化粧したら今度シワっぽくなっちゃうじゃない。隠すに隠せないじゃない。ここはさ、ねえ、ファンデーションとかコンシーラー厚く塗ってもシワができないとこだけど、ここってほら表情が動くとこだから、なんでできたのってね、えちょっとショックだったんだけどもね、物事には表裏があってマイナスばかりじゃないなと思ったのは、ここにさシンボル的にシミができれば、なんかほら新しいさファンデーションとかコンシーラーとかレビューするときに、このシミがこんなぐらい消えますって、今ちょっと中途半端だけれども、これからだんだんここのシミが濃くなってくると思うんだけれども、そうなったらどうするかよね。なんかもうちょっと見苦しいぐらいになったらレーザーで撮るしかないのかなとも思ってるんですけれども、ある程度だったらなんか化粧品のレビューするときに、こうなりましたああなりましたっていうね、動画で活かせるから、なんかの役には立つシミなのかななんてもちょっと思ってるんですけれども、なんかこういうねシミができるのも生きてる証拠ですよ。生きてるからシミができるんですよ。生きてるからシワはできるのね。でもシワは嫌だからね、なるべく明るい表情にしたいからマッサージは欠かしてないんですけれども、筋肉の動き皆さんやってますか？目尻の体操、女優の笑顔やってますか？そんな感じでもうね、高速降りたんですけれども、ご覧の通りのどかな感じのところ、どこにギャラリーがあるんだろう、そんな感じなんですけれども、
9月の個展に来たのにまた行きますねって言ってくださってる方もいるけれども、また今からギャラリーに行って皆さんとお会いできたらなって思っています。ちょっと尻滅裂な動画になりましたけれども、向かってる間ねちょっと動画撮ろうかなと思って、何を撮ろうと思ってちょっとスタッフと話して、最近こういうちょっと命のこととか健康のことを考えさせられる出来事がいっぱいあったので、ちょっとそのことについて雑談してみました。なんか尻滅裂で申し訳ありません。それではちょっと今コンビニに着いたので、コンビニで飲み物買って個展に行きたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。ちょっとスタッフもここにいるので、最後皆さんにありがとうございましたのご挨拶を、声は変えさせていただきますけれども、どうぞありがとうございました。スタッフのお父さんが元気になってくれることを皆さんもぜひ祈ってください。お願いします。ありがとうございました。ここはチャンネル。